こんばんは。ちょっとね、今配信始まる前に事故してしまって、すごいね、大変なことになってしまったんですよ。あの、なんかいろいろピタゴラスイッチみたいにこういろんな出来事が重なって、なんやかんやあって、机の上にあるご飯が全部こぼれたっていう、この30秒前ぐらいにちょっと机だけすごいピタゴラスイッチだったんですよ。ちょっと説明はできないんだけど、どういう風になったか。よしすごいピタゴラスイッチだった。こんばんは。髪がボサボサだ。さっきまで寝転んでたから。今日は10時からやります。七並べをね、さっきまでやってたんですけど、メールでなんかダウンロードができないからできませんって書いたんだけど、なんかそれをのメール送った5分後ぐらいになんか普通にできて、ずっとやってました。七並べなんだかんだ、だからメールには書いてんですけど、なんかできないって書いてたんですけど、実はできてました。さっき七並べ対戦どうもです。こちらこそ、今日はニコニコ、さっきまでニコニコ生放送の温泉ロケ獲得をやりました。残念ながら、まあ私は温泉には行けないんですけど、見てくださってありがとうございます。今日前髪がヘタッピ、見てました、ありがとうございます。そう、2位だったんですよ。絶対あれはね、あの一番最初のゲームのせいあれはあれは一番最初のゲームがちょっと難しすぎたせいもあります。練習の時はね、なんかめっちゃ高得点だったんだけどななんかテトリスみたいな積み重ねゲームやったんですけど、なんかファンの人と一緒にね、協力みたいな、全然協力してくれないの、みんな落としまくるのまあでも2位は嬉しいです。あれもちょっと難しかった、操作がね意外と難しいんですよ。今日はどうしようか迷ってて、チリパー、あ、クマありがとうございます。クマさん、チリパが11時から始まるから、それまでにやめようかなと思って今日10時から配信してるんですけど、ちょっと迷い中です。お茶がすごかった。お茶ね、ニコニコのやつね。お茶の積み重ねゲームじゃないのに、お茶だったら買ってたタワーある、嘘、すいません、最近見逃すことが多くて。本当だ。とうとうさん、タワーありがとうございます。ちょっと書きます。ちょっと待って、書くものがねいつも向こうにあるの。よいしょ。
ロントンさん、タワーありがとうございます。いや、よそ行きの服、よそ行きではないけどプレゼントでいただいたんですよ。これ千穂さんとね一緒だった。なんかツイッター見て気づいた。千穂さんこれはね、なんどこだったかな、ダズリンかリリーブラウンか どっちかだった。可愛いですよね、女子女子って感じ。まあたまにはお嬢様感、そうあんまりね着ないんですよ。でもね意外とねプレゼントねダズリン率が高い自分プレゼントでもらうようになってからダズリンの服着るようになりました。クマありがとうございます。多分アイドルの通る道なんよダズリンはパルコにもあるけどね、広島のなんか女の子らしい系のなんかブリブリってわけじゃないけどこういうお嬢様系なお洋服のブランドです、うん、アンクルージュ、アンクルージュもね届くんだけどね、アンクルージュ系ではないのよタイプがもうあれは本当に何だろう、着れる顔が限られてる、うん、黒のフリフリ系ね、リボンとか。クマありがとうございます。だからねイートミーとかアンクルージュはねあんま着ない。好きなんよ系統的には。ミカニャン、そうミカニャン、ミカニャンでも最近違うかな、うん、まあちょこんな服の女子のブランドの話してもあれなんでやめますけど、服最近買ったの、いや最近買ってないですね。いやでも買いたくて、でもなんか外に出ないから着ないかなと思って結局買わないんですよ。靴とかねなんか欲しいんですけど夏に向けて、うーんうーんって感じですそう着る機会がないんですよね。でも欲しい、なんか見てるだけで楽しいから結構見てます。あでもねあのなんか今ユニクロとゴールデンカムイがなんかコラボしてるらしくて T シャツをねあの買いに行こうって思う広島でユニクロがあるのってなんかあるお店っていうかなんかこうデパートみたいなとこなんですけど、そこがねまだ空いてるか分かんなくて、どうなんだろう、広島も空いてるのかな、空いてたら行こうって思ったそう買いに行ってこようと思います。そう超超神タイミングだったの、このタイミングって思って広島はねなんかお店とかねどんどんあの開いてきましたね。まだ行ってはないんだけど、さすがに外出という外出はスーパーぐらいしかしてないんだけど、外出自粛要請が解けたから割と開き出してるらしいお店は。まだちょっと怖くてね行けないんですけど、ネットね、ネット通販もよく使うんですけど、なんか段ボールがどんどん溜まっていくからあんまりね使わないようにしてるもう気づいたらねなんか段ボールだらけになってる、うん、徐々にって感じ。もうとりあえずそうですね、美容院に早く行きたい。こんなに髪の毛が伸びてしまった、困りました。今日ね生写真撮影を自宅でしたんですよ。
5月かな、5月分かな、6月かな、なんかもう本当に辛くて辛くて自分で撮るみたいな、自宅で AKB さんとかがよくやってる自宅で撮るみたいな、スマホでね、もう本当になんか無加工でカメラフィルターを使わないでくださいみたいな、もうピエーってなってもう困った困ったって感じで、めっちゃ辛かった。その涙の塊の生写真を撮りました今日鬼よ本当に鬼かと思ったもん。まあでも iPhone の11にはポートレート機能というものがあるので、ポートレートでなんかモードが選べるんですよ、ポートレート機能ので、その自然光モードみたいなのやったら、なんかこう自然光をなんかちょっと浴びせてくれるんですよ、なんかフィルターとかじゃなしに、なんかちょっとなんだろう、普通のカメラよりなんかこう光の当たり方がなんかいい感じに映るんですよ、まあ、それでも肌とかフィルターかかってないからもう涙なんですけど、それを今日駆使して撮りましたセリフタイマーで。加工やな、加工じゃないですおこ加工はしてないです、加工してたらこんなに悲しんでないです。私まあ加工なんだけどね、もう本当にひどいひどすぎる、なんでそんなことばっか言うのもう僕は悲しい、悲しい、もうコメント欄がみんなそんなことばっか言うから、まあそういうことなので、楽しみに、楽しみにか分かんないけどしていてください。はあ、なえたなえたなえた。皆さんは乙女心というものを全く分かっていません気をつけた方がいいですよちょっとした一言もこう心に傷を負わせるんですよ。ごめんなさい許しましょう。まあそんな涙の結晶なので。ぜひ見てみてください。何月になるか分かりませんけど、もう顔のことは本当に私は苗案件なんですよ苗案件だから、もう今日のその加工なしでっていうのが1個目の苗ポイント。そんな私が頑張って撮ったんですよ。キポって A 型だったんでね、A 型ですよ。こんばんは、こんばん。ちなみに服はあのメールで送った、なんかその2枚撮ったみたいな、2つ服着たみたいなメールの2枚目のこれじゃない方のやつが多分生写真になります。先行公開してますメールでメールのはちょっとフィルターとか使ってるけど、
よろしくお願いします。ネックレスしてた。そう、ネックレスとか今もつけてある。あんまつけないんですよ。でもなんか胸元めっちゃ寂しかったからつけた。取るの忘れちゃった。あんま普段ネックレス全然つけないんですよ。今日は生写真のためにつけましたが、まあちょっと見えないっていう。耳もついてた。耳ついてた。耳はねもう外しちゃった、痛かったから。鼻、そうです、マリクワかな多分。毎日アイドル、毎日アイドル3日目かな。推しが可愛い、ありがとう。ズームの背景、ズームの背景はあれはもともとズームのなんだろう、テンプレっていうかもともと入ってるやつです。宇宙とか。でもあの STU が配ってたバーチャル背景も使ってます。まあ、それは Twitter の方に載ってます。あれね、リハの時からね使ってて。リハの時はココアさんもバーチャル背景使ってたんですけど、本番だったら使ってなかった。私だけだった。グリーンバックじゃなくても変わるのすごい。それなすごいですよね。でもこう動かしたりとかしたらなんか若干肩が透けるみたいな、うん、キポとズームしたい。ズーム、私ズームまだ2回しか使ったことない。今日で2回目でした。2回目のズーム。ショールームとかも背景変えれたらいいのになってめっちゃ思いますね。ロビーが良かった。あれはね、旅館フリー素材って検索したら出てきます。ホテルのロビーなんか背景旅館フリー素材みたいな検索したら出てきましたよ。うん、配信系のお仕事はなんかすごい事前のチェックとかが長い、めっちゃし、なんか予期せぬトラブルがめっちゃ起こるから怖いですね、やるとき。私もね、なんか配信中ね、なんかあのなんか最初のゲームやるときとかはなんかログインできなくてずっと。なんかこうやってもう一回ログインし直したりとかして、めちゃめちゃ大変でした。一人で勝手に焦ってました。わかった、なんとかできましたけど。バーチャル背景だと下手に動けなくない？あ、でもなんか背景がなんかそんなにちゃんとしてないからある方が楽っちゃ楽かも。そう、なんかあれめっちゃ自分たちだけにすごい、自分たちだけなのかな、なんかスタッフさんの声がしてるんですけど、スタッフさんの声がしてて、なんかこのボタン押してくださいみたいなめっちゃ言われて、なんか聞こえてるんですけど、イヤホンでズームしてる時になんかトラブルがあって配信中に。でもそのなんか指示を聞きたいから黙りたいけど、黙ったら黙ったでなんか見てる人がなんかこのまま何ってなるから、なんか喋らなくちゃダメだから、なんかすごいごちゃごちゃごちゃみたいな。すごいもうめっちゃごちゃごちゃしてたり、なんかみんななんか指示されてなんかはいって答える。突然のはい。リハはありましたよ。でもやっぱね、本番リハ通りにいかないこ
こともあるんですね。なんかその場のトラブルみたいな、大変ですね。クマが来た。ローケイティさん、クマタワーありがとうございます。これも母の日なやつなのかな。クマタワー、ありがとうございます。よいしょ。ローキーティーさん、クマタワーありがとうございます。すごいクマ。僕はクマ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 、車じゃないよ、クマクマクマ、歩けないけど踊れるよ、喋れないけど歌えるよ、僕はクマ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 、車じゃないよ、クマクマクマ。これね、宇多田ヒカルさんの曲なんだけど、小学校2年生ぐらいの時に発表会で歌ったんですよ、クラスのみんなで。懐かしい。わかる方いるかな。あんまり覚えてないんだけど、あ、みんなの歌だったのかな。それでね、発表会で歌ったんですよ。知ってる？若狼はアニメ久々に見た。あ、なんか今日あかりんさんがツイートしてたよね、若狼は小学生、若狼は小学生、自分が小学校の時に流行ってた青い鳥文庫だの小説だ。今日やってたんですね、Eテレかどっかでやってたのかな。なんかね、あんま覚えてないの。読んだ記憶はあるんだけど、アニメ映画になってたことも初めて知った、泣いた。そうなの。おっこね、おっこ主人公な、おっこちゃんね、ちょっと私と似てるおきこ。どんな話か忘れちゃった。僕はクマ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 。小学校の時6年間音楽発表会っていうなんか文化発表会的なものがあって、中学校も文化発表会っていうなんか合唱コンクールみたいなのがあったんですけど、小学校はもうその音楽に特化した音楽発表会っていうやつがあって、1年生とか2年生とか学年ごとに毎年秋に音楽を披露するんですけど、難易度がね、まあ、だんだん高くなっていくんですけど、なんか伝統なのかな。6年生はもうずっと受け継がれてるその小学校の歌を歌うんですよ。なんかちょっと戦争の歌みたいなやつを歌って、なぜか2年生は毎年ちょっとなんか芸をしながらやるみたいな。私が2年生の時はその僕は熊をなんか竹馬しながら歌ったりとかしたんですけど、竹馬っていうのかな、なんか竹馬ではないんだけど、乗る方じゃなくてなんか竹を使った伝統芸能みたいな、なんかこうなんて言うんですかね、反復横跳びの竹馬バージョンみたいな、なんかをしながら僕は熊を歌うっていう
のがありまして、小学校2年生なんか2年生はハードなんですよ。うちの妹はね2年生の時にね、年子なんですけど私の1年後、なんか妹はなんかスイカの名産地っていう曲をなんか歌ってて、なんかそれもすごいなんか演劇風のスイカの名産地みたいな、スイカの名産地ってなんかこうやってなんか株、おじいさんと株みたいな、そういう感じのテンションでスイカの名産地をやってましたね。竹馬ではないんですけど、なんかよくわかんない、竹を使ったさ反復横跳びみたいな、スイカの名産地、懐かしいですね。なんか小学校2年生はね毎年ハードだったんですよ。で6年生はすごいね、なんかあの戦争すごい感動的な歌を歌うんですよ、セリフ入りのね、すごい覚えてるんですけど、なんかなんだろう、先生小学校の担任の先生が戦争に行って帰ってきたら骨になっていたっていう歌を歌うんですよ。でそのねなんかセリフ付きなんですよ、結構長いセリフ付きでね、それをねなんか受け継いでましたね。なんて名前か忘れたんですけど、すごいねなんかいい歌なんですよ今でも歌います、毎年6年生が歌ってます、多分今でも歌ってるのかな。なんかもう一度、先生の大きなくしゃみが聞きたいなっていう、なんかそういう感じの曲なんですよちょっと切ない歌なんですけど、6年生の時はそんなに理解できなかったんですけどね、当時はすごい頑張って歌ってました。で歌とその合唱と音楽を演奏をやるんですけど、そのなんかだんだん、まあ、6年生には学年が上がるにつれてすごいハードルが高くなっていくんですけど、曲の種類もなんか私がすごいなんか覚えてるのが4年生の時に凱旋行進曲を演奏したんですよ。でなんかだいたいなんかこう暗黙のルールみたいなのは、1年生2年生は鍵盤ハーモニカとリコーダーのみみたいな感じで、なんか3年生からちょくちょくいろんな、本当にいろんな木琴鉄琴とかもめちゃくちゃ増えてきて、で小学校4年生からグランドピアノが追加になるんですよ。でそのグランドピアノの演奏をどうしてもしたくて、オーディションがあったんですよ。ピアノ、まあ、女子なんてほとんどピアノ習ってますから弾きたいですから、オーディションがあって、でグランドピアノオーディションがあったんですけど、それが給食の後にオーディションだったんですよ。でも私給食食べれなくてめちゃくちゃ遅いんですよ、給食食べるのが小学校4年生の時だから遅れて行ったんですよ、給食食べきれなくて遅れて行って、で演奏してなんか演奏者になったんですけど、そのペナルティーみたいな、なんか私が今日給食を食べれなくて遅れてきたペナルティーとして、なんか左手だけみたいな、オキは左手だけって言われて、でなんかもう右手役のなんかもう一人の子も選ばれて、私左手、しかも左手とかなんて言うんですかね、こうメロじゃないんですよね、なんかもうなんて言うんですかね、左手ってそういうベースみたいな役割じゃないですか。だからすごい楽しくなくて、ドードーみたいなっていう思い出がありますねそう、左手っていう、しかも結構なんかその時はねなんか何も思わなかったけど、今思ったら別々で演奏するのってなかなか難しいなって思うんですけど、でしかもなんかその年になんかいい楽器、その鍵盤ハーモニカとリコーダー以外を演奏した、鉄琴とかそういういい楽器を演奏した人は次の年は鍵盤ハーモニカ
とかリコーダーを絶対しなきゃいけないっていう決まりがあって、で5年生は鍵盤ハーモニカして、もう6年生覚えてないんですよね何したか。でも覚えてないってことは多分リコーダーとかだったんだと思います、っていうイメージ、なんか思い出がありますね、音楽発表会思い出。うん、バスピアノとかもうなんか6年生とかになったら使えてて、すごいね特別扱いだったんですよ6年生だけ。そう、音楽カースト、そうですね、うん、私はねなんかあんまり覚えてないけど鉄筋とかもやったことはあった気がする、3年生の時とか、うん、その思い出がありますね。で中学校の時も文化発表会というなんか合唱を学年ごとに披露する発表会があったんですけど、もうね1年生2年生何を歌ったか全く覚えてなくて、で中学校3年生の時にその天使にラブソングを、昨日やってた天使にラブソングの2のオーハピーで歌ったってことだけ覚えてるんですよ。それしか覚えてないんですけど、うん、その思い出。高校からはね音楽の授業がなくなったんで、なぜか私のクラスだけ音楽の授業なかったんですよね。 Oh happy day Oh happy day Oh happy day、 こうやってクラップしながら When Jesus was ってこうやってましたよ、うん、多感な時期にねソロパートとかの分かれて多感、そんな合唱とかはちょっと恥ずかしい時期だったから、みんなあんまりいい思い出はないですけど。うん、中学3年生は卒業式の歌だけはみんな真面目に練習してましたね、明日への扉。懐かしい。指揮者が一番はずい。え、指揮者の思い出、あ、待って、思い出した、私その中学校3年生の時にそのオーハピーデーともう一個リコーダー演奏で、あのアナと雪の女王のレッドイットゴーを演奏したんですよ。でこれ聞いてほしい、すっごい思い出した、今思い出した、あの私なんかその中学校3年生の時はなんかこうクラスがすごいいいクラスだったんですよ、割となんかこう男子も女子もいい人が多くて、すごいなんか3年生はなんか唯一楽しめた年なんですね、中学校3年間の中で。でそのレッドイットゴーを、まあ学年ですよ、 3年生全員の曲だったんですけど、なんかなんでかわかんないけど指揮者になって、でなんか女子1人と男子1人で計2人の指揮者で高校っていうやつで、私同じクラスのなんか某 T 君っていう方とね、もうじゃあ T 君にしますね、 T 君となんか指揮者になったんですよ。 T 君がめっちゃいい人で、なんか俺は頑張るみたいな、すっごい満ち溢れてたんですよ指揮者に対する熱が。で、あ、そうなんだ、私も頑張るって言って、頑張るねっていう話をして、したら T 君がなんかそうありのままのところでなんかこう手を広げようみたいな、なんかすごい提案をしてきたんですよ。でなんかこうなんか布みたいなのをかぶってて、こうバッてなんかこう脱いで、すごいあのエルさんのあれを表現しようみたいな、 T 君がすごい提案してくれて、あーなんか一人だと恥ずかしいけど T 君もやるんだったら私もやるよみたいなって言って、うん、やるって言って、でまあ何人か、まあ、全員には伝えれなかったんですけど、こうクラスラインでなんかこういうありのままのラストのところでみんなでこう手を挙げましょうみたいな、こうをなんかクラスのラインでね、こうで回してもらったんですよ。しかも下級生たちにはなんかこう知らせたくなくて、ドッキリみたいな
なんかこう団結力を見せたくて、わざわざこうなんかツイッターとかもその時だけ下級生を何ですか、ミュートみたいなブロックみたいなのして、ツイッターとかでもみんなが回してたんですよ、わざわざね。でその前日に T 君がなんか明日頑張ろうなって言って、なんかその頑張ろうって言ってまあ帰ったんですよ。で当日 T 君ずる休みしたんですよ。でえーってなって、 T 君は熱ですみたいな、でも絶対熱とかじゃなかったんですよ。 T 君は内心なんかやりたくなかったらしくて、指揮者を。で T 君が休んだから私一人で、でももうクラスのタイムラインとかにもそう回ってるから、そのこう手を挙げるみたいなのが、で私がやらなきゃダメだみたいになって、もうなんか私恥ずかしくて、ありのなんかしかもこう思ってるじゃないですか、両手ってなんか難しかったんですよ。本番一発本番でやろうとしてて、なんかこうやったらじゃあこれどうするみたいな、しかもなんか多分一人ってことにテンパってて、なんかあの指揮者の棒ってなんかこう丸いなんかものがついてるんですよ先に。でなんかどっちか忘れたけど、その丸いものがついてる方を手の中だったのかな、なんかどっちか忘れたけど、なんか方向を間違えたんですよ、私持つ方向。なんか多分手に持ってやらなきゃいけなかったんだけど、なんか先に丸いものをつけたままこうやってちゃってて、すごいビヨン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 になってて、でしかもこれが恥ずかしいのが、その立ち位置関係なんですけど、体育館でこう3年生が前で、下級生 2年生1年生が真ん中で、指揮者が一番なんかこう後列で先生方みたいな感じだったんですよ。でレッドイットゴー流れます、こうフフ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 フみたいな、みんな弾いてますよね。で私がありのままのって一応やったんですよ。やった瞬間ね、なぜかね、私の前にいる下級生たちがバッて私の方向いたんですよ。なぜか私は何も声とかも発してないのに、バッてこっち向いてね、なんかへえやだみたいな、なんかそういう目を向けてきたんですよ。なんか数名こう、あと一番後ろらへんの学生たちが、2年生1年生たちが、でなんか私も恥ずかしくなって、もうなんかずっとそっから下向きながらこうやってやってました。もうあれこれもね、絶対ね、でなんで忘れてたかって言ったらね、多分記憶のどこかに封印しとこうと思ったんですけど、その日のなんか恨み、 T 君への恨みね、あのすごかったですね。懐かしい、そういうこともありました。もう全く記憶に消してましたね。なんか今思い出した、今はまあまあそこまでですけど、そのね、多感な思春期の時期にそういうことをされてすごい傷ついた思い出があります。その後 T 君とは喋ってないです。謝ってきました、ごめんねってごめんって言われたけど、もうなんか多分当時の私は、今思えば全然まあ許すんですけど、当時の私はなんか許せなくて、そっからねあんま喋ってないですね。そういう経緯がありました。悲しいですね、懐かしい。いや本当に懐かしいですね。T 君出たくなかった情報はどこから？友達から聞きました。あと T 君がなんか謝る時に言ってた記憶があります。なんか恥ずかしいみたいな。ずる休みしたんですよ、あやつは。悲しかったですね。すごい恥ずかしかった、唯一の人生で最初で最後の指揮者でしたね。じゃあなんで提案したの？多分すごい、なんだろう、なんかクラスのお調子者みたいな、すごいあの明るいタイプだったんですけど、 T 君は多分あの学全校生徒がもう300人ぐらいいたから、300人の前でこれをする勇気はなかっただと思います。多分ね、私は やりましたけどね、
やってすごい微妙な空気になりましたけども、多分そうなのかなって思います。懐かしい。ちまる子ちゃんで例えたら山田くんみたいな感じですかね。やりきったのすごい。私も全然やりきってないですけどね、こんぐらいでしたからね。下級生はなんで沖ちゃんの方見たんだろうね。わかんないです。もう近かったんですよね、下級生と指揮者の距離も。だからなんか感づいたのかな。やらない選択肢はなかったの。でももうすでになんかもう3年生の間では指揮者がこれをやるっていうなんかもう決まってて。くま、ありがとうございます。そのなんかそれをわざわざタイムラインに流してまでだったから、すごいなんか悲しかった思い出ですね。頑張りました本当に。懐かしい。なんかもう思い出したくなかった記憶を今思い出したけど、まあ今となってはあんまりダメージは少ないですけど。いやそんなこともありました。本当に多分初めて話した話だと思います。5年前、そうですね、15歳、14歳15歳ぐらいですかね。思い出したくなかった話なんですよね。大ハピデーの話しても思い出せないぐらい記憶が飛んでた。めっちゃ封印してました。本当にトラウマレベルの全校生徒の前で恥をかくという。これね、共感性羞恥とかの人がいたら本当耳塞ぎたくなるような話だと思います。封印してました。なんかたまに昔のこと思い出してあーってなる時ありますよね。なんか急にいたみたいな、心の傷がうずく時がありますよね。いたたたたたたみたいな、あの症状に名前をつけたいです。ね、あるよね。なんかうーってなりますよね。これ私その T 君の話も学生時代の時は本当にふとした瞬間に出てくる悪夢みたいな感じでした。うーみたいな。いや、ちょっと痛くなってきた。ちょっと痛い。思い出し痛さ、痛みを感じる。そう、多分これ覚えてる同級生とかほとんどいないと思うけど、なんか当事者だけは唯一ずっと覚えているという。悲しいことだ。忘れたい。忘れてたんだけども、しんど。そう、忘れてたのに思い出したからなんか胸が痛い。うわ、私は300人ぐらいの前で恥をかいたんだなという思い出。同級生からどう見えてたのかな。しかもなんか同級生の中でもなんかうちのクラスとかはなんか把握してたけど、把握できてないクラスもあったらしくて、なんか3年生味方のはずの3年生もなんか半分は沖縄にやってんだみたいな感じだったらしくて、なんかもう
それも痛かった胸がすごい心が痛くなる。あー疲れちゃった。本当に私の中の黒歴史、胸が痛い辛すぎる。それな本当に辛いよ。もうちょっと忘れます。この話はもうネタにも何にもならない。掘り返しても自分の傷が痛むだけや。はあ、はあ、落ち着け落ち着け落ち着け最近欲しいものない？欲しいもの？欲しいものね、物欲しさを物欲しさはでもね買うんだけど、欲しいものね、なんかもうめっちゃあるの。あの燃やしてしまったあのケトルとかめっちゃ生活感あるでしょ。いや物欲しさをね欲しいんですよ。だからねあの頼んだあとケトルとゴールデンカムイの漫画を電子書籍であの全巻買ったんですよ、この間昨日。なんかもともとヤンジャンのアプリでなんか1話ずつ 全話買ってたんですよ。全話買ってたけどなんかそこで買ってもなんか2日しか見れないらしくて、なんか安いなと思ってたんですけど1話40円ぐらいで、で結局なんか2日後には見れなくなるってことだったから、うわーちょっとやらかしたって思って電子書籍のあのアプリの方でちゃんと全巻買ったんですよ。そうレンタルだったんですね、やらかしてしまいました。そうだから買いました。でもねなんか思うんだけどさ、電子書籍もう私だけかも分かんないけど電子書籍で読むとその時は面白いんだけど、なんか記憶に残りにくいっていうか、なんか紙で読む時よりもなんか記憶にあんま残らない。だから今は紙で買おうかなって思ってます買っちゃったんやけどね。でもなんか邪魔になるから大体あの電子書籍で買ってるんだけど今んとこ。でもねなんかこう実家に行って紙で買ってた時の方がなんか記憶に残ってる。紙の良さ、うーんそれもあるのかな。だからこのステイホームが続くようであれば紙で買うことも検討してますフフ電子書籍のいいとこはいつでもどこでも見れるってとこだからね、車とか乗ってても読めるところがいいとこなんですけど。そんな感じかな。酔わない、酔ったことないかもしれない。車の中で本は結構読むけど、あでも活字はあんま読めない。小説とかは、漫画とかは読むけど、でもね私あんま車酔いとかしたことないんだけどね、あの嵐っていうかすごい大雨の中の海のなんか船フェリーに乗った時は本当に気持ち悪すぎてびっくりした。その STU48 号じゃなくてなんか普通の船なんですけども、すごい嵐一歩手前ぐらいだったんですよ。でも運航できるみたいなギリギリぐらいの時でめっちゃ初めて酔ったかもしれない。汗ダラダラでした。
ごいこんなんだった、覚えてる。そんくらいかな。でも基本あんま遊園地とかでも酔わないし、 ST48 とかでも踊りながら酔ったこととかはない。その一回かもしれない。だから大雨の日に船乗ったらダメだなと思いました。53分なのでそろそろ終わろうかなと思います。このあと11時から ST48 のチリメンパーティーがありますので、ぜひぜひ聞いてください。チリパ、明日日曜日ですね。じゃあそろそろランキングを読みます。13位がモンブランさん、12位が TM マンさん、11位がパパパンダさん、10位がワッチさん、9位がトニさん、8位が太郎さん、7位がコバチャさん、6位がまっちゃん2号さん、5位が市下さん、4位がマッカさん。13位から4位までの皆さん、ありがとうございます。そして3位がうささん、2位がローケイティさん、1位がとうとうさんでした。最下1枚の皆さん、ありがとうございます。とうとうさんとローケイティさん、多分ありがとうございました。というわけで、時間も5分前ということで終わりたいと思います。土曜日見てくださってありがとうございました。日曜日もゆっくり過ごしながらお会いしましょう。それでは皆さん、この後、5分後に始まるチリメンパーティーを聞きながら眠りについてください。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、今日も一日お疲れ様でした。